ズールはモンタナのジュディス・リバー類層から発見されている極竜類アンキロサウルス科に属する恐竜の属の一つ。模式種はズール・クルリバスタトルである。属名はゴーストバスターズに登場する同盟のキャラクターにちなみ、種相名はスネを破壊するものを意味する。アンキロサウルス類では初となる完全な頭骨とオシーの両方が知られており、これらは 北米で最も完全なアンキロサウルス類の標本である。その標本は皮骨、ケラチン、皮膚根を保存している。頭骨ズールは全長約6メートル、体重約2.5トンと推定される。記載者らはいくつかの特徴を明らかにした。その特徴のいくつかは、他のすべての基地のアンキロサウルス類とズールを明確に区別する独特の派生形質であった。 尾骨、前頭腸骨にある頭骨のアーマータイルは重なり合っており上向きになっている。スカルルーフの後端にある臨場骨の角はその側面に長く目立つ溝を有する。テールハンマーの柄の骨極はその先端が強くえぐれており後ろ向きに尖っている。ハンマーは縦行の5分の1未満の高さで垂直方向に平らになっている。 他の形質も他のアンキロサウルス類の特徴が平凡に思えるほどユニークである。前頭骨及び眼下上部のカピュテギリーという構造は、ノドケファロサウルスやパラルルスの円錐形のものとは対照的にピラミッド型である。臨場骨の角はスコロサウルスと同じようにスカルルーフの後端に突出するが、アノドントサウルス、エウオプロケファルス、ジアペルタとは異なる。 眼下の後ろにある竜起は小さくまばらに分布しており、これもまたスコロサウルスのようであるが、アノドントサウルス、エウオプロケファヌス、ジアペルタとは異なる。テールハンマーの柄の骨曲は、モンゴルのネメグトルイソに見られるピナコサウルスや、サイカニアのようなアジア系統のアンキロサウルス類よりも、比較的大きいと指摘されている。ありがとうございます。